11月もですね、こうマイペースに、楽しみながら読んでいけたなと思うような月でした。どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は、11月に僕が読んだ本を、一冊一冊簡単に書評して紹介していこうと思います。それでは終わりましょう。一番最初に紹介するのは、こちら、東野圭吾さんの危険なヴィーナスです。ドラマをやっている、危険なヴィーナスの原作小説になります。こちらの作品ですね、僕ドラマでまず最初に知りまして、こうドラマ見ていくうちにですね、どんどん先が気になるというところで、こう原作小説読んでみました。独身の獣医の白狼という主人公のもとに、弟の妻となる女性が、いきなり現れまして、その女性と一緒に、失踪した弟の謎を追っていくというミステリーなんですけれども、あのですね、恋愛ミステリーと言ったらいいのかどうなのかわからないんですけども、結構東野圭吾さんの作品ということもあってかなり読みやすいんですけども、僕はですね、あんまり主人公が受け入れられなかったというか、キャラクターとして結構惚れっぽい性格の主人公なので、心がこう揺さぶられていったり、あっちに行ったりこっちに行ったりってこうするので、お前とお前何やってんやっていう、こうなんかツッコミもこう入っちゃったりして、結構なんか主人公は好きにならなかったですけども、まあ、展開はかなり楽しめた、そんな作品でした。個人的には結構いろいろこう読んでいって、あの推理というか、こう思っていたことが結構ドンピシャで当たっていたので、まあ、その分ちょっと驚きとかは減っちゃったんですけれども、まあ、読みやすい文章ですし、どんどんと先が気になる展開で、まあ、最後もですね、一気に畳みかけるような、作品でした。それではお次はこちら、伊坂幸太郎さんのグラスホッパーです。はい、こちら伊坂幸太郎さんの殺し屋シリーズというシリーズ作品の第一作になります。まあ殺し屋シリーズと名の付いている通り、いろいろな殺し屋のキャラクターが登場する作品です。こちらの作品の魅力はですね、本当にキャラクターがいいですね。まあ、どんどんとこう引きつけられるキャラクターもいるし、まあ、ちょっと憎めないようなこう親近感が湧いてくるようなキャラクターばかりが登場しててですね、まあ、やってることは殺し屋というこう犯罪なんですけども、まあ、それに対してのギャップと言いますか、もうどんどんとキャラクターの良さが引き立って、こう、読み進めていって、最後まで楽しめた、そんな作品でした。こちら一応動画で紹介させていただいたんですけども、こちらの作品のシリーズ2作目のマリアビートル、すごくおすすめですというコメントも多くいただいたので、こちら絶対に2作目も読んで、こう動画で紹介しようかなと思っています。続いてはこちら、もついちさんのズー1。はい、こちらも動画で紹介させていただいたんですけれども、5つの作品が入っている短編集というところで、こう、おついさんの魅力がバンバンに入っているので、かなりおすすめの小説です。結構こう薄いっていうところもあって、簡単に読めるのではないかなと思っています。こちらですね、この表紙見てほしいんですけども、このズーって書いてある中に、この真ん中にですね、こう、おついちって書いてあるんですよね。これかっこよくないですか？なんか、いやー、デザインいいなーと思って。こちらですね、こう、2作目の、こう、ズー2っていう作品もありまして、これ、僕も読みたいなと思っているんですけども、こう短編集ってですね、こう、隙間時間にどんどん読んでいけるので、電車に乗ってる時間とか、そういう隙間時間でどんどん短編集の方、読んでいこうと思っています。まあ、こちらですね、どれも、一押しの作品ばかりが収録されていますので、ズー1の方、ぜひ読んでみてください。最後がこちらになります。伊藤計画さんの虐殺機関。はい、こちら一応再読の作品なんですけども、こちらの作品を初めて僕が読んだのが2、3年前だったと思うんですけども、もう大好きな作品でですね、近未来の SF サスペンスみたいなジャンルの小説なんですけども、ストーリーとしては、クラビスという主人公が世界各地で起きているテロの首謀者と思われるジョン・ポールを追っていくという、作品なんですけども、何度読んでもこれは最高の作品ですね。僕最近こう SF も結構読んでみたいなって思うところがありまして、僕が今まで読んだ作品の中で一番 SF で心に残っているのはこちらの、伊藤計画さんの虐殺機関だったので、こちらも再読したんですけども、この伊藤計画さんという方はですね、残念ながらもうお亡くなりになっている作家さんでして、一応この虐殺機関と、ハーモニー、そして途中で、亡くなってしまったんですけども、その後、園児お父さんが、
プロットを元に執筆した死者の帝国というこの3作品がですね、この伊藤計画さんの有名な作品なんですけども、いやー、定期的にこう読みたくなってしまうんですよね。僕はまだこちらのハーモニーと死者の帝国を読めていなくてですね、でもたまにこう伊藤計画さんの文章に触れたいなという時がありまして、こちらの虐殺期間をですね、定期的に読んでいるっていうところで、こちらはですね、ちゃんと書評しようと思うので、ぜひお待ちいただければなと思っています。そしてですね、今手元にはないんですけども、中町慎さんの模倣の殺意という小説を読みました。こちら作業用動画で僕が読んでいた小説がこの中町慎さんの模倣の殺意です。こちらの作品はですね、もう驚きの作品でですね、もう読み終えた後にもう驚愕してしまいまして、今となってはですね、あんまりパッとしないかもしれないんですけども、とても楽しく読めましたし、最後の展開もですね、驚きで、僕はですね、こういう推理小説を読むときは必ず自分の中で誰が犯人だというこう推理を自分の中でしてから読み進めるんですけども、こちら外れてしまいました。驚愕したいっていう方はぜひこちらの中道慎さんの模倣の殺意おすすめです。はい、ということで今回はですね、こちらの4冊に加えて、中町慎さんの模倣の殺意を紹介させていただきました。計5冊ですかね。11月もですね、こうマイペースに、楽しみながら読んでいけたなと思うような月でした。まあね、これからどんどん寒くなっていくと思うので、まあこう家で温まりながらこう本を読んで寝落ちするっていうのが僕のまあ理想なんですけども、はい、そんな感じでですね、12月もどんどんと、マイペースに読んでいこうかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、11月にこのような作品読めましたというようなコメントいただけるととても嬉しいです。そしてこの動画良かったな、参考になったなという方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録としていただけるととても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバイ。